ここまで来ればあと少しで森を抜けられる。なんか思ったよりちょろかったね。まったく、休暇中だというのに散々な目にあったよ。残念ながらそこまでちょろくはないよ。キンキ、誰だ。何？見つけましたよ、災いの巫女様。こんなところにいらしたのです。クローシー様。あなた、さっきから聞いていれば、キンキの巫女、災いの巫女などと。失礼にも程があります。聞くにたがわず強気なお方だ。その強気も民衆の前では役に立つかもしれないが、こういう時は命取りになるんですよ。クローシー様、危ない。なかなかやるね、君。お前は一体何者なんだ。今はまだ時じゃない。今日はここで帰ることにするよ。せいぜいその強気な巫女さんを守ってやることだね。おい、待て。行っちゃった。一体あいつは何者なんだ。クローシー様、大丈夫でしたか。おけがは。大丈夫です。私は何ともありません。そうですか、よかったです。さすがに今の戦闘は自分のことで精一杯でした。やっぱり俺まだ全然実力不足のようです。もっと精進します。さあ行きましょう。落石の町まで行けばもう安全でしょう。あなた、クロワでしたね。はい。今の戦い、なかなかの手並み。今後さらに精進する。もったいないお言葉、ありがとうございます。さあ急ぐのでしょ。で、どこだったかしら。落石の町へ行きます。そうすればルカに会えるかもしれませんから。ルカ。ああ、すみません。俺の幼馴染で、それで。クロの彼女なんだよ。彼女。そういう話ではなくて、ただ身を隠すのに力を貸してくれると思って。照れてる照れてる。さあ、急ぐのでしょ。早く行きますよ。
の青い騎士は確か新生政府軍だね。なんか嫌な雰囲気。確かにちょっとピリピリしている感じがする。一体何をするつもりなのかしら。私が行って注意してきます。お待ちください、クローシェ様。何です？今出て行ったら捕まります。何言ってるの。捕まる前に私を守るのはあなたの仕事でしょ。だから今こうやって。あのクロア？ルカか。どうしたの？え？ううん、何でもないの。ただ、ちょっと。ちょっと？ちょっと。久しぶりで、それにまさかこんなところで会うなんて思ってなかったから。そうか、本当は明日ルカが渡航してくる予定だったもんな。急な任務が入って落石の近くまで来ていてさ。そうなんだ。まあそんな感じだ。うん。ルカちょっと大げさじゃないか。あ、そんなことないよ。だって本当に嬉しいから。なんだかクロアの顔まともに見られなくて。どうした？ココナたち置いてきぼりなんですけど。ああすまない。ルカ紹介するよ。前に話していたココナだ。はじめまして。あ、はじめまして。あなたがココナちゃん？かわいい。確かよくクロアと一緒に騎士隊のお仕事をしたりするのよね。うん、まあいつもクロアがお世話になってます。いえ、どういたしまして。で、そちらの方は、まさかと思うけど。あまり大きな声では言えないんだが、あの方は。おい、声がでかい。ごめんなさい。いつもこんな調子で、私。いいさ、別に何事もなかったんだから。ごきげんよう。心のケアを。なんてハレンチな女、汚らわしい。ダイバーズセラピーは
アスタリアではいかがわしい職業として禁止されているほど。見ず知らずの人をホイホイ自分の心の中に入れるなんて、あなた恥ずかしくないの？それをまあよくも恥ずかしげもなく言えたものです。あなたのような女と神聖なる大衝動騎士が恋人関係、騎士隊の名に泥を塗るようなものです。即刻自重しなさい。あの、そんな言い回し、確かにセラピストによってはちょっとエッチなことも言うけど、私は弁解はご無用。もうあなたの顔を見ることはないでしょう。そうですか、しょんぼりです。なあ、ルカ、しょんぼり中に申し訳ないんだが、何かあの青い騎士、神聖政府軍の動き、おかしい気がするんだが、何かあったのか？え？あ、うん、なんか昨日くらいから随分騎士の数が増えたかな。なんでもこの町は神聖政府軍が管理するとかしないとか。なんだと？ねえ、確か神聖政府軍ってフロアたちの敵だったよね。あ、そうだ。それってもしかして危なくない？ああ、いい状況じゃないのは確かだ。そこでルカに頼みがあるんだけど、クローシェ様を一時期ルカの家でかくまってもらえないか？うん、そんなことなら喜んで。私もフロアといられたら嬉しいし。お待ちなさい、あなた。私はそんな卑しい女の家に世話になどなりません。ですが、このままでは神聖政府軍に。わかりました。私とて巫女としてのプライドがあります。神聖政府軍の騎士どもを余裕で撃破できるだけの歌魔法を身につける。今の私は弱すぎると、そう言いたいんでしょう？いえ、そういう意味では。クロア。はい。私にダイブなさい。はい。今すごく大胆な発言しませんでしたか？そのちょっと聞いてて恥ずかしかったです。何が恥ずかしいのです？私は自衛のために歌魔法を紡ぎたい。それはわかるんですけど、でもやっぱり街中でダイブしなさいとかそういうのってどうかなって。ダイブは歌魔法を生み出すためのプロセスでしょ。そこからいかがわしい想像に発展するのは、あなたがそういう仕事をしてるからでしょ。そうですよね。ごめんなさい。あなたの世話になるくらいならダイブの方がまだマシです。第一、元はといえばこの点はあなたが弱くて頼りないから言っているのですよ、クロ。本来ならあなたが神聖政府軍だと簡単に蹴散らし、私を守るものでしょう。はい、すみません。だったらせめて私と歌魔法の強化から協力してくださるよ。わかりました。さあ、即刻大部屋へ向かうわよ。
I'm here.